ローズミラのメディカル翻訳講座。はい、皆さんこんにちは、ローズミラです。さて本日はローズミラの本業でもあるメディカル翻訳の講座を行いたいと思います。一口にメディカル翻訳といっても非常に幅が広く大きく医薬、医療機器、医学に分かれます。今回は医療機器のペースメーカーの和訳について解説していきます。では少し時間を差し上げますので、こちらの課題文をご覧ください。では解説していきます。まず一段落目です。初心者にやりがちな役として、コンプリケーションを複雑さと訳してしまう方がいます。これはメディカル翻訳では合併症という意味です。またフィーチャーズはこの場合は機能と訳した方がいいと思います。そしてプロバイドグレーターフォーザーコンフォートの訳は直訳すれば快適さを増すとなりますが、ペースメーカーは患者にとってそもそも快適ではありませんので、私は不快感を軽減させるとしました。私の役例は優れた機能アシアオリティ MRI-TM ペースメーカーには合併症を減らし患者の不快感を軽減させるために設計された優れた技術があります。では次の段落です。初心者にやりがちな役としてミニマイズポケットサイズをポケットサイズを最小化しますと訳す方がいます。ポケットサイズを最小化という表現は日本語ではしませんので、ポケットサイズは日本語では小型のという意味がありますので、この場合は最大限に小型化されていますとしました。私の翻訳例は医師に好まれる大きさと形状、アシアオリティ MRI-TM ペースメーカーは医師に好まれる大きさと生理学的形状で最大限に小型化されています。本日のバラはフロインディンです。では次の段落です。次は少し長くなります。初心者にありがちな役としてベントリキュラーイントリンシックプレファレンスやイントリンシックハートリズムが正しく訳せていないことがあります。ベントリキュラーイントリンシックプレファレンスについてはこの製品ではありませんが、同じメーカーの類似のペースメーカーであるアクセント MRI-TM ペースメーカーのページに日本語訳が掲載されていました。それによりますと心室自己心拍優先機能という日本語が当てられています。そしてイントリンシックハートリズムですが、これはペースメーカーによるものではなく患者自身の鼓動という意味で、日本語では自己伸長率となります。そしてコンプリートオートマシティを初心者にありがちな訳では完全自動と訳していますが、これは全自動で大丈夫です。私の訳例はデュアルチャンバー及びシングルチャンバーモデルの特別な機能、デュアルチャンバー最新機能、全自動（括弧心房及び心室）、心室自己心拍優先機能（括弧 VRP-TM テクノロジー）、右室（括弧 RV ペーチングを減らし）、心不全による入院を減らします。心拍ごとに心室をサポートすることで患者の安全性を最適化し自己伸長率をサポートします。 AF サプレッション TM アルゴリズム及びセンスアビリティ TM テクノロジー、上込み時及び生涯にわたって患者に最適な治療を行えるように設計されています。では最後の段落です。初心者にありがちなんですが、インディケーテッド4を示された、ファウンドを発見された、プライアーヒストリーを過去の歴史などと訳してしまう方がいます。メディカル翻訳ではインディケーションは適用、ファウンドは認められた、プライアーヒストリーは既往歴と訳します。私の翻訳例はプログラム可能な AT/AF アラート、心房頻脈性不整脈括弧 AT を検出することを特に適用とするプログラム可能な AT/AF アラート機能がある唯一のペースメーカーであり、心房細動括弧 AF の既往歴のないペースメーカー使用の
高血圧の高齢患者において脳卒中のリスク増大と関連することが認められています。翻訳の際に参考にしたページはこちらです。今回の課題文であるアシュアリティ MRI-TM ベースメーカーのオーバービューのタブは日本語版の公式サイトにすでに一部翻訳されています。また同じメーカーの類似製品であるアクセント MRI-TM ペースメーカーについても共通の表現が見られます。はい、いかがでしたでしょうか。翻訳のコツはいきなり訳し始めるのではなく、まずその分野の日本語の文献を読んで日本語で理解することです。今回の場合でしたら、これはボット社のペースメーカーなんですけども、一部はすでに公式サイトの方に翻訳されているので、そちらを参照するのがベストですね。優先順位は1番目は公式サイトのその製品の日本語版、2番目は公式サイトの類似製品の日本語版、3つ目は他社サイトの類似製品の日本語版です。例えば他社製品であっても基本的な知識は共通しています。例えば MRI についての注意事項はペースメーカー全体で共通事項であるため、 MRI コンディショナル条件付き MRI 対応などは他社の製品でも共通の表現です。あとお時間がある方は課題文が出たら一旦動画を止めて一度ご自身で翻訳してみてから私の訳と比較されるといいと思います。見ているだけだとなんとなく流れていってしまって、なんとなく分かったような気が、できたような気になってしまうんですけども、自分で訳してみると意外とできなかったりすることがあります。一回ご自身で翻訳されてみる方が何倍もこの講座が有意義なものになると思います。ちなみにこのメディカルホワイト講座はシリーズ化する予定ですので、またそのうちやると思います。また見てね。